怖っ。アマタンの説明書が置いてある。大体の内容はもう聞いたけど、確認しておくか。アマタンの操作は専用のタブレット端末で行う。アマタンの目に搭載されたカメラの映像を見ながらキーボタンでコントロールするだけ。マイクを通じて音声のやり取りも可能。安全に配慮して腕の先端はボール状になっているが、スイッチを押すなどの動作に支障はない。ただ腕を伸ばしたり縮めたりする動作を行っている間、移動やカメラを動かすなどの他の操作は受け付けない。これは子供が無茶な操作をして腕のワイヤーが絡まったりしないようにという配慮から。耐荷重100キロで頑丈に作られており、少々の転倒などでは壊れない。やんちゃなお子様が乱暴に扱っても大丈夫、象が踏んでも壊れないというのが売り。前にこの研究員から聞いた通りの内容だね。うん、それ以上の情報はなさそうだよ。夜行所長が襲われた廊下だ。情報を探してみよう。生々しい血痕が残されたまま。これは夜行所長のものだ。この場所で夜行所長は殺し屋に襲われたんだ。くそ、僕がもう少し早くこの場所に来てたら運命を変えることができたかもしれないのに。ユウマ君、例の殺し屋の顔は見たの？いえ、はっきりとは。だったらなんで相手が殺し屋だと分かったの？それは夜行所長自身が殺し屋だって言ったからです。あいつが殺し屋だ。鬼殺士フィンク。それに夜行所長を刺したと思われるナイフの塚には F の刻印があって。ああ、鬼殺士フィンクが仕事の際に必ず使うって凶器だね。知ってるんですか？殺害予告が届いてから調べたんだよ。これでも一応探偵だからさ。彼はそのナイフを使うことで依頼主に対して殺したのは自分だと知らしめているらしい。それはそうと、この血痕少し不自然だと思わない？確かに妙な痕跡がありますね。何かで擦ったような。でもあの時のバタバタとした状況を考えればこの程度の跡くらいは。でもこれ血のついた指先で擦ったような跡に見えるけど。まさかダイイングメッセージ？もしかして所長が何かを伝えようとしていたんでしょうか？うん、文字を書こうとしたというより指先をどこかへ伸ばそうとしたってところだね。どこかに向かって手を伸ばした。ご主人様、あの観葉植物じゃない？もしかしたらこの観葉植物に何か秘密が。あ、ビビアさん、鉢の裏に何か落ちています。写真と見取り図。
それこの研究所の見取り図じゃない？見取り図？どうしてこんなところに落ちているんでしょうか？写真の方はまるで見当がつかないな。若い男女らしき二人が写っている。女性が着ているのは白衣みたいだ。ここの研究員かな。男性の方は血で汚れてしまって顔が判別できない。じっと写真なんか見つめちゃって。その女の人に惚れたの？ご主人様って本当に女好きだね。手がかりを調べてただけだって。それ手がかりなの？その写真が事件と関係あるかわからないじゃん。いや、きっと手がかりだよ。あの血痕は夜行所長がこれを植木鉢の裏に隠そうとした際についたんだ。夜行所長が犯人に見つからないように手がかりを残してくれたんだよ。最後の力を振り絞って。最後じゃない。で、ここは何の部屋なんだ？ドアに鍵がかけているみたいだ。だから、ただの倉庫ですって。部外秘の書類がしまってあるので、鍵かけて閉鎖してあるんですよ。我々研究者の間では、開かずの間として知られていますけどね。では今すぐ鍵を開けろ。探偵どもが隠れてないか、中を調べる。あの、ここの鍵は公安部長がお持ちのはずですけど。何？ヨミー様が？鍵は他にないのか？はい、ここの管理は保安部長にお任せしていますので、保安部長にお預けしたものだけです。そうか。それなら中を調べなくても安心だな。今の話は聞かなかったことにしろ。幹部長だけが鍵を持つ部屋。何か秘密がありそうだね。はい、中を調べてみましょう。見たところ普通の倉庫ですね。棚に並べられているファイルは主に古い研究日誌みたいだ。他は実験道具やガラクタばかり。事件とは関係なさそうですね。それにカナイク最大の秘密やホムンクルスに関する資料もなさそうだ。どうしてわかるんですか？一部棚のファイルが抜き取られている。見られて困るものはすでに処分されたってことだ。我々の追っている秘密はもうここにはないだろうね。すでに証拠隠滅済みか。せっかく秘密の研究所まで来たのにな。俺様ちゃんもなんか探してあげる。ところでビビアさんはどうして急に調査をするなんて言い出したんですか？さっき言った通りだけど、君が求めている真実が危険なのは間違いない。今までの平穏と平和が崩れ去るかもしれない。さっきの所長の言葉を聞いて思ったんだ。その真実の先に大事な何かがあるのかもしれないって。私はそれを確かめないといけないんだ。
はあ、やっぱ何言ってるのかさっぱりわからないや。机の上にファイルが置いてある。しかも机にはホコリが積もっているのに、このファイルの上にはホコリがない。アマテラス研究所見取り図か。ここの見取り図みたいだな。でも肝心の中身は空っぽみたいだ。あ、もしかしてさっき廊下で見つけた見取り図ってここから抜き取られたものなんじゃないのかな。でもそれがどうしてあんなとこ来ていたんだろうね。他に調べられそうなものはないみたいだね。大した収穫はなかったか。やれやれ、怪しい実験場への隠し通路くらいはあるかと思ったのに。とりあえずここの調査は切り上げて他の部屋を調べましょうか。めんどくさいけどそうだね。よし、こんなところかな。これで調べられる場所はほとんど調べ終わったと思いますけど。ほらね、事件の手がかりなんて結局ほとんど手に入れられなかったじゃん。かなりの収穫だったね。ほい、収穫ってどこに収穫が。私が手伝えるのはここまでだよ。やっぱり私の性に合っているのは真実よりも物語の方みたいだ。そろそろ肉体に戻るとしよう。残された時間はそう長くない。あ、僕も戻ります。戻ってきたか。で、調査の方はどうだった？うん、ビビアさんの協力のおかげでかなり情報を集められたとは思うんだけど。なんでもいいから早く教えろ、時間がね。わかった。じゃあ犯人に直接つながるような情報はまだ何もねえってことかよ。くそ。うん、ごめん。せめてウエスカ博士の PC を調べることができればな。それで何かわかるんですか？セキュリティに関するログだ。博士の PC に保存されていたようだ。そのログを調べることができればセキュリティの稼働状況がはっきりする。そうすれば犯人がどうやって研究室に入ったかわかるかもしれない。そっちの PC でログは確認できねえのか？ログファイルの存在は確認できるが、博士の PC からでなければ中身は見られないようだ。ユーマ、せっかく博士の研究室に行ったのに、なんで博士の PC を調べてこなかったんだよ。幽体離脱中に物体に触れることはできないよ。当然 PC の操作も不可能だ。
だったら部屋にいる保安部員の体を乗っ取るとか、声をかけて命令するとか。無茶を言わないでほしいな。幽体はそんなに万能じゃない。他人の体を乗っ取ることも不可能だし、幽体からの声は誰にも届かない。事実、幽体離脱した私とユーマくんの会話は君たちには聞き取れなかっただろう。ご主人様、その幽体離脱の特性覚えておいた方がいいかも。え、なんで？なんとなくそんな気がするんだよ。幽体離脱でも無理ってことは、誰かが現場まで行って直接博士の PC の中身を確認するしかねえってのか？そんなの敵のど真ん中に飛び込むようなもんじゃねえか。まずいな、心臓の鼓動が。マジかよ。所長は大丈夫なのか？見てないで手伝え。おう。所長、しっかりしてください。もともと時間の問題だったけど、そろそろその時間が来たみたいだね。そんなねえ、どうしたらいい？このままだとみんなおしまいだよ。夜行所長も原田さんも吹雪さんもデス彦君もビビアさんも誰も救えないまま終わるなんて、そんな結末は嫌だ。ぶっちゃけ謎迷宮に行くにしても、まだ手がかりが足りてないと思うよ。結局博士の PC を調べないとどうにもならないってこと？ねえご主人様、今まで誰かに頼ってばっかりだったけど、そろそろ自分で何とかする時なんじゃないの？見習いとはいえ、ご主人様だって探偵なんだから、誰かを頼らずに自分の力でみんなを救ってみなよ。僕の力でみんなを？なんてね、ご主人様はそういうタイプじゃないよね。からかってみただけだよ。ユウマくん、どうしたの？もう一度現場に行って博士の PC を調べてきます。あの中に眠っている最後の手がかりを見つけに。ひぃ、待てよ。生身のまま突っ込む気か？分かってんのかよユーマ、ここを出て捕まったら一発でアウトなんだぞ。でも僕はさっきまで幽体で調査していたおかげで、保安部員がどこにいるのか見当はついてるし、ヨミーが大量の保安部を連れて戻ってくる前の今しかチャンスはないよ。分かった、調査はユーマに任せよう。おい、いいのかよ。僕らは所長の処置で手一杯だ。ここはユーマに任せるしかない。博士の PC にはセキュリティのログの他にも重要なデータが隠されているはずだ。はい、確認してきます。私もお供します。誰かに見つかっても私の探偵特殊能力があれば。いえ、吹雪さんの力はみんなが危険な時に取っておいてください。僕なら大丈夫ですから。時間を戻すのは相当体力を使うんだろう。であれば切り札は後に取っておくべきだ。わかりました。私もここに残るとするよ。なんでだよ、おめえはついていけよ。私にできることなんてもう何もないよ。それに真実を見つけたところできっともう状況はこれ以上良くはならない。だから諦めろっていうのか？冗談じゃねえ。もういい、おめえにはもう何も頼まねえ。そこで好きに寝てろ。ユーマ、お前だけが頼りだ。
もうルーキーじゃねえってとこを見せてやれ。うん、行ってくるよ。ご主人様、かっこいいじゃん。僕だって探偵だからね、見習いだけど。キュッキュッキュ、俺様ちゃんの教育の成果かな。あ、それはそうとさ、ご主人様、このドジっ子の時を戻す能力、これも一応覚えておいた方がいいかも。え、なんで？まあ多分事件とは関係ないと思うけど、なんとなくそんな気がしたんだ。念のためだよ。うん。よし、保安部員に見つからないように慎重に移動だ。いや、こっちには法案部員がいたはずだ。なんとか見つからずに来られたけど、奥にはまだ保安部員がいるはずだ。見つからないように進まないと。ねえ、もしかしたら毒ガスが残ってたりして。なんてね、キャッキャッキャッ。やっぱりまだ保安部がいる。でもちょうど PC からは死角の位置だ。どうやってやり過ごすつもり？彼らの目を盗んで PC に近づくしかないよ。なかなかインポッシブルなミッションだね。ご主人様、今はドジッコ属性はいらないよ。時間がない。早く博士の PC をし、あとはこの PC を調べるだけだ。誰だ？しまった！もう、ドジッコ属性はいらないって言ったのに！貴様、テロリストの探偵か？いつの間に？捕まえてヨニー様に報告だ！ご主人様、こうなったら一か八か謎迷宮に。待って、まだ PC を調べてない。謎迷宮に行くならあの PC を調べてからだ。じゃあどうすんの？どうしよう。いいか、おとなしくするんだ。抵抗しても無駄だから。どうした？やれやれ、まったく。いつか死にたいな。B
ビビアさん、来てくれたんですね。この注射器もね、いつもポケットに入れてるものなんだ。注射器まで持ち歩いてるの？どんだけ不審人物。放っておくべきだと分かっていても、ついつい気になってしまうよ。まるで死神のような君のことが。それ前にも言ってましたけど、僕は死神探偵なんかじゃないですよ。いいさ、私も見届けよう。いずれ君が真実を手に入れた時、叫びか沈黙か、どちらを選択するのか。よくわかりませんけど、とにかく助かりました。今のうちに博士の PC を調べますね。ビビアさんのおかげで助かったな。今のうちに。よかった、ロックはかかってない。そもそもこの部屋には誰も出入りできないから、パスを設定する必要もなかったんだろうね。早速調べてみます。セキュリティログファイル、参照フォルダ1、フォルダ2、フォルダ3。で、ご主人様は何を調べてて、それで何がわかるの？要はセキュリティをオンオフするたびに自動的に日時の記録が残るようになっているんだ。だからもし誰かがセキュリティを勝手に切ってこの部屋に忍び込んだとしたら、その時の記録が残っているはずなんだよ。ふーん、俺様ちゃんにはよくわかんないや。現代の機械はあんまり得意じゃないんだよね。え？これどういうことだ？どうしたの？直近でセキュリティが解除されたのは1時間ほど前。それ以降セキュリティは再稼働していないから、これは僕たちがアマタンを使ってセキュリティを解除した時のもので間違いない。うんうん、それで？ただそれ以前にセキュリティが解除されたのは90日も前なんだ。90日も前？つまり僕たちが解除するまで少なくとも90日間セキュリティは稼働し続けていたってことになる。その間セキュリティが解除されたことはたったの一度もなかったんだ。90日間ずーっと引きこもってたなんて、あのジジイ筋金入りの神聖引きこもりだね。問題はそこじゃなくて、この部屋に誰も出入りした記録がないってことだよ。本来なら僕らの前に殺し屋が侵入した記録がなきゃおかしいんだ。そうでなければここで博士を殺すのは不可能だ。本当に完璧な不可能犯罪になってしまう。その様子だと手がかりどころか、むしろ真実から遠ざかってしまったようだね。ファイルは書き込みができない形式だね。ログが書き換えられたということはなさそうだ。せっかくデータを確認できたのに、これじゃ犯行を強固にしただけです。余計に謎が深まっちゃったね、謎丸。いや、まだだ。他にも何か秘密のデータがあるかも。原田さんもそう言ってたし、メールが削除されずに残されてる。しかもつい最近まで同じ相手と何度もやり取りをしているみたいだ。これって気な臭いやり取りだね。ドクターというのはウエスカ博士のことだろうけど、相手の匿名の人物は誰かな？アドレスも適当な文字の羅列です。これだと人物像が特定できませんね。
博士はこの謎の人物を通じて研究内容や機密情報を外部へ横流ししていたようだね。そういえば誠さんもそんなようなことを言ってたっけ。まだ噂に過ぎないんだけど、アマテラス社内の何者かがその博士と裏でつながっているらしくてね。誰が何を企んでいるのかはわからないけど、もしこの噂が本当なら放っておけない。その疑惑は本当だったってことか。メールを遡ってみた限りだと、やり取りは5年ほど前からずっと続いています。でもこの半年ほどで2人の関係は悪化していますね。博士の方が手を切りたがっていたみたいです。そして博士は金井区を出ようと画策し、それに気づいた謎の人物が止めようとしていた。止めようとしたっていうか、ほとんど脅迫だよね。もしかして殺し屋を雇ったのってこの謎の人物なんじゃないですか。自分に逆らった博士を排除するために殺し屋を使った。確かに筋は通るね。博士が引きこもっていたのも研究のためだけじゃなくて、自分の身を守ろうとしていたからかもしれません。謎の人物に脅されて身の危険を感じていたからこそ、強固なセキュリティに守られた研究室に閉じこもった。これまた筋は通るね。でも身の危険を感じてた割には平気そうな態度じゃなかった。よっぽどセキュリティに自信があったのか、実は虚勢を張っていただけかもしれない。とにかくこの謎の人物は怪しいよ。この人物の正体さえ突き止めれば。ただその人が殺し屋に依頼したとしても、侵入方法の問題はまだ残ってるよ。もちろんそれが最大の問題だ。犯人はどうやってあの完璧なセキュリティを突破し博士を殺害したのか。その謎が残っている限り、この事件の謎は解けないし、僕たちの無実を証明することもできない。どうしてここに。またおめえかよ。なあ、おめえは何なんだ。俺の邪魔をするために生まれてきたのか。それともこれが運命だとでも言うのか。いや、運命なんて言葉は敗北主義者の常套句だった。いいぜ、認めてやるよ。おめえはクソじゃねえ。俺の理想を阻む障害物、ゴミだ。ゴミは適切に処理しねえとな。腐って悪臭を撒き散らす前によ。おめえ、名前は？ユーマ・ココヘッドです。そうか。金井区の下水にでもおめえの名前のついた通りを作ってやれよ。名前の由来はもちろん、そこに捨てられたおめえの骨からだ。おい、この犯罪者どもを捕らえろ。今すぐここで俺が処刑する。死神ちゃん、いける？もちろんだよ、ご主人様。キャッキャッキャー、ようやく俺様ちゃんたちもバディっぽくなってきたね。もちろん俺様ちゃんの根気強いご主人様教育のおかげで。行こう、謎迷宮へ。いいでよ、謎迷宮。
これは、そっか、これが君の真の力なんだね。あのユーマ君、やっぱり君はとても危険な。何を言ってももう足遅れ。いつか死にたい。キュッキュッキュッ、いざ迷宮入り。この落ちてくるやつ、本当にもうちょっと穏やかにならないのかな。あ、ビビアさん、あのですね、あれは謎迷宮といって、事件の謎を具現化した迷宮ってところ。わかるんですか。あ、ただこれは僕の探偵特殊能力ではなくて。そこにいる死神の能力でしょ。え？やっぱ俺様ちゃんのことずっと見えてたんだね。ずっと？霊能体質っていうのかな。幼い頃からこの世ならざるものが見えるタイプでね。私の探偵特殊能力もその素質をもとに訓練を積んで得たものなんだ。もっとも最初からはっきりとこの死神が見えていたわけじゃない。たまに君がそばのモヤと話しているのは分かったけど、それだけだった。ただある時、探偵事務所で幽体離脱をしたら、はっきりと死神の姿を見ることができたんだ。それで少し死神について調べさせてもらったんだけどさ、世界探偵機構の地下書庫に死神の書と呼ばれる本があることが分かった。それが何者かに持ち出されたということもね。僕が持ち出したんですか？記憶を失う前の僕が。さあどうだろう、見習いの君が書庫を自由に出入りできたとも思えない。書庫の扉を開けられるのは世界探偵機構に認められたごく一部の人間だけらしいからね。ごく一部の人間だけ。それより君は今までにも何度かこの能力を使って事件を解決しているんでしょう。はい。じゃあ事件の犯人が連続して開始してるのもそのせいなのかな。想像に謎を具現化した迷宮を攻略することで事件の真犯人は死ぬとか。だとしたらユーマ君はその手ですでに何人か殺していることになるね。それは殺すというか、結果的に。そうだね、何人も殺してるよ。俺様ちゃんが真犯人の魂を狩ったせいで。ちょっと今さら言いこぶってもしょうがないじゃん。ご主人様だって命がけで謎解きやってるんだし。そう、それなりの覚悟はあるんだね。
残念だけど、私にはそれだけの覚悟を持つことはできそうにないな。だから君たちの命がけの仕事が終わるまで私はここで寝て待つとしよう。別に寝ててもいいけど、それだと外には出られないよ。ん？そうなの？たとえご主人様が謎迷宮を攻略しても、一緒にいなかったら崩壊に巻き込まれて死ぬだけ。まあ現実に未練がないなら、そうやって終わりを待つのもいいんじゃない？未練なんてないけれど、やらなければならないことはまだあるんだよね。特に君がこの事件の謎を暴いてしまった後にね。どういう意味ですか？言っておくけど、私はただついていくだけだから、面倒事は君たちに任せるよ。やる気を出せなんて言わないけど、せめて足は引っ張んないでよね。じゃあご主人様、いつものあれ始めよっか。はいはい。ご主人様、真実のために命を捧げる覚悟は？捧げます。謎を切り進むための剣かな。迷宮の中はかなり物騒なようだね。はい、ご主人様、これが今回の買い鍵ね。その鍵は事件の手がかりってところ？やれやれ、謎を解く準備ができちゃったみたいだね。やる気なくなるリアクションばっか。別にいいけど、いちいち気にしてたらキリないし。じゃあ気を取り直して謎解きに出発。真実を食い物にする真犯人を狩りに行くよ。はあ、歩きなのか。めんどくさいな。してたらキリがないんじゃないの？あ、そうだ、ビビアさんって事件について覚えてないですよね。事件ってウエスカ博士の殺人？それとも夜行所長が襲われた件？え、覚えてるんですか？今まで一緒に入った人は全員記憶を失ってたのに。この人の特殊体質のせいだろうね。めったにあることじゃないよ。記憶を失っちゃうんだ。だから誰も死神のことを覚えていなかったんだね。失礼しちゃうよね。事件を解決できたのは全部俺様ちゃんのおかげなのに。そういえば今回はビビアさんの前に吹雪さんとも能力共有したけど、謎迷宮に入ったのはビビアさんだけなんだね。能力共有の効力は上書きされるっぽいね。だから直近の人だけが一緒に取り込まれたみたいな。俺様ちゃんもよくわかんないけど。
よくわからないって。能力共有も死神ちゃんの力でしょ。うるさいな、細かいことはいいでしょ。でも私より吹雪くんが来た方が良かったのにね。彼女の方がきっと役に立ったはずだよ。どっちでも一緒だよ。どうせここでは探偵特殊能力は使えないから。だったらますます私の出番はなさそうだ。よかった、ほっとしたよ。もうそのやる気のなさが俺様ちゃんにまで移ったらどうすんの。まあまあ。はやめてって言ってるのに。この迷宮、頭を使うものだとばかり思っていたけど、ユーマくんは体まで張るんだね。頭の出来が悪いんだからしょうがないよ。あれ？でも問題が出てこないよ。選択肢どこか問題すら出てこないってことは、ご主人様はどこからこの事件の謎を解いていくべきか、まだそれすら分かってないんじゃない？いろいろと謎がありすぎて正直迷ってるよ。もうどこから切り崩していくかはっきりさせないと謎の解きようもないよ。とりあえずまずはそれを決めないと。それじゃあ今回の事件で一番の謎は？今回の事件で一番の謎はやっぱり上須賀博士の殺害が完璧な密室で行われたって点だよ。重要研究室の奥にある博士の研究室は何重ものセキュリティに守られていたんだ。にもかかわらず博士はそこで刺し殺されていた。第一発見者は僕たちだった。ロボットのアマタンを操作して死体を発見したんだ。そのせいで犯人扱いされてしまったけど、もちろん僕たちはやってない。だったら犯人はどうやって博士の研究室を出入りしたのか、それがわからないんだ。でも犯人は殺し屋で間違いないんだよね。多分そうだと思うけど絶対じゃない。それに犯人が殺し屋だとしても誰が雇ったんだって問題もあるよ。ただ一つだけはっきりしているのは、殺し屋が夜行所長を刺したってことだ。それだけは間違いない。ここで何してやがる、カナイクのゴミクズど。ヨミヘルスマイル。アマテラス社保安部長のお出ましか。そうなんですけど、正確にはあれは謎迷宮によって生み出された。大体わかるよ。要はこの迷宮が生んだモンスターなんでしょ。そうです。おねえら、目障りなんだよ。カナイクの平和を乱しやがってよ。今回はなかなか一筋縄じゃいかなそうな相手だね。でもやるしかないよ。夜行所長や他のみんなを救うためにも。ウエスカ博士を殺害したのはおめえらだろ。おとなしく捕まって拷問を受けて死にやがれ。
イエスカ博士を殺したのはおめえらだよ。おめえらが博士の研究室のセキュリティを解除し、中にいた博士を殺したんだ。おめえらが侵入するまで重要研究、のセキュリティはちゃんと稼働していた。稼働しているセキュリティを突破するのは不可能だ。博士の研究室のセキュリティを解除し、中にいた博士を殺したんだ。おめえらが侵入するまで重要研究室のセキュリティはちゃんと稼働していた。稼働しているセキュリティを突破するのは不可能だ。つまり博士の研究室には誰も出入りできねえんだ。侵入者なんていねえってことだ。真実はこれだ。死体発見時、僕が操作していたアマタンは博士の研究室に入ろうとしたところで誰かとぶつかって倒されたんだ。実際アマタンの頭には誰かに蹴られたような跡が残されている。この痕跡はアマタンを借りた時にはなかったものだ。これが誰かが研究室にいた証拠になるはずだ。何が証拠だ、クソみてえなザレ言。汚ねえ口で喋ってんじゃねえぞ。笑わせんな、このクソが。侵入者だ、ありえねえだろ。それを証明してんのはおめえら自身じゃねえか。その主張は通用しない。侵入者がいなかったのを証明してるのが僕ら自身ってどういうことだ。それも分かってねえとはな、笑わせるぜ。おめえら以外に侵入者がいたとしたら、そいつはどこに消える。現場に駆け込んできたおめえらは誰とも遭遇してねえはずだ。重要研究室に人が隠れられる場所はねえし、おめえらをやり過ごす方法はねえ。おめえらに見つからねえように言うな。不可能に決まってんだろ。笑えるよな。自分で自分の犯行を証明してるんだからよ。確かに。どういうことだろう。おめえら以外に侵入者がいたとしたら、そいつはどこへ来る。現場に駆け込んできたおめえらは誰とも遭遇してねえはずだ。重要研究室に人が隠れられる場所はねえし、この謎を切る。いや、隠れられる場所ならある。エアロック室の除染装置の中だ。あそこの排気口の蓋は自由に取り外せるし、中には人が入れるだけのスペースがあったんだ。あの除染装置の中に隠れれば現場に向かう僕たちをやり過ごせたはずだ。
それがどうした。結局おめえらは何一つ正しくねえ。何一つ存在そのものさ。せいぜい仮初め技術にもてあそばれて。なんとか倒したけど、まだまだ終わりじゃなさそうだね。あの人絶対しつこいタイプだもん。ともかく誰かが博士の研究室に侵入していたのは間違いない。そこから一つずつ謎を解いていこう。よし、今度こそ。いきなりはやめてって。よし、これで謎の取っかかりはつかめたし、あとは迷宮を進んで真実を手に入れるだけだね。ここだ。これからが本番か。まったく面倒だな。もうせっかく進めるようになったんだから、露骨にため息つかないで。ごめんごめん、はあ、とりあえず進みましょうか。者がいたのは間違いないよね。アマタンが誰かとぶつかったのは確かだし。人、逃げようとした犯人が入ってきたアマタンとぶつかったんだろうね。その後犯人はすぐに外へ逃げるつもりだったんだろうけど、僕らが重要研究室の前室にいたせいでそれができなかった。だから一旦除染装置の中に隠れて僕らをやり過ごそうとしたんじゃないかな。じゃあユーマくんが現場に向かうときにその除染装置を調べていた。その場で犯人も見つけられていたんだね。そうですけど、あの時は急いでましたし、除染装置の中に隠れられるとは知らなかったので。ご主人様、言い訳はカッコ悪いよ。言い訳っていうか、いや、確かにそうだよな。あの時アマタンが倒された理由を僕がもう少しちゃんと考えていたら、犯人の存在に気づいて待ち伏せするなり操作するなりできたはずだ。そこで犯人を捕まえられていたら、夜行所長も刺されずに済んだかも。ご主人様、後悔はもっとカッコ悪い。そんな暇があったらさっさと進む。そうだね。本題に突入って感じだね。犯人がどうやって不可能殺人を実行したのか、ブワッと解決させるための第一歩だよ。じゃあそれは君たちに任せて、私は読書でもしていようかな。謎迷宮って持ち込みありなんだっけ。この人が特別なだけ。ここだ。
そも犯人は侵入していないって、侵入者がいるのは間違いないんじゃなかったの？でも侵入者が犯人とは限らないでしょ。博士は自殺だったって言いたいんだね。博士が自殺したとすると、犯人は侵入者ではなく博士自身ということになるからね。そっか、博士が犯人なら侵入も何もないね。もともと研究室にいたわけだし。え、トラップ？今のユーマ君の推理は間違ってるみたいだね。まあ入る前から分かっていたけどさ。分かってたなら教えてくださいよ。教えて欲しかった。だったらそう言っておいてよ。人は誰でも間違いを知って大人になるものだから、あえて私は。おお！ご主人様、さっさとここから出ないと。どうすれば出られるの？多分このルートがどうして正しくないのかを論理的に示せばいいはずだよ。わかった、やってみる。そうか、被害者である博士の背中には3箇所の刺し傷が残されていた。1箇所だけならナイフをどこかに固定して自分から倒れ込む形で自殺できるかもしれないけど、その方法で3箇所も傷を残すことは不可能だ。だとしたら自殺とは考えられない。まあ間違いはしたけどさ、結果的に真実に近づく一歩にはなったよね。そうだけど、最初から間違えなければそんな恥ずかしい言い訳をしなくても済んだよ。分かってるよ。次は間違えないように選ぶって。自ら犯人を招き入れたってどういうこと？犯人が現場に押し入ったって考えるから問題がややこしくなってるんじゃないかな。もし犯人が博士によって研究室に招かれたなら、安全に博士の研究室に入れたはずだよね。ああ、博士がセキュリティを切ったのか。招待客にセキュリティは必要ないもんね。え、このルートも違うの？また？ユーマ君、心配しなくても大丈夫だよ。たとえ先に進めなくなっても、私は一向に構わないから。はあ、俺様ちゃんもやる気なくなってきた。ご主人様一人でやってくれる？死神ちゃんまで釣られないで！博士の PC に残されていたログにはセキュリティが解除された形跡はなかった。だとすると博士がセキュリティを切って誰かを招き入れたとは考えられない。ご主人様、言い訳はいらないよ。さっさとやり直し。ユーマ君、疲れているなら少し横になれば。
こんなところで寝ても余計に休まりませんよ。ユーマくん、ここだ。犯人は停電でセキュリティを解除して、その隙に研究室に侵入した。確かに分かりやすい答えだけど、そんな簡単でいいんだっけ？え？なんで？ここが最後のルートのはずなのに。この迷宮はかなり意地悪にできているみたいだね。まるで古い探偵小説のようだ。もしかしたら真犯人はユーマ君だってこと。ご主人様、そうなの？そんなわけないだろ。とにかく早くここから出ないと。重要研究室は別電源だって博士が言ってたし、電源室にも研究室の配電盤はなかった。研究所内を停電させてもあのセキュリティは解除できないんだ。おかしい、どうなってるんだ。3つのルート全て間違いだったなんて。どういうことだろうね。あ、扉が増えてる。全ての可能性が間違いだって証明したおかげで新しい可能性が出てきたんだよ。なるほど。謎迷宮は事件を具現化するだけじゃなくて、我々の推理さえも反映して形を変えるんだね。確かに今までのルートには違和感あると思ったよ。わざと間違った道を選ばされているような。けど一つずつ間違いを潰したことで、結果的に正解への道が開けてしまったんだね。残念そうですね。いいからさっさと最後のルートが何か見てみようよ。幽体離脱で侵入して殺害？じゃあ犯人って、犯人が謎迷宮に入り込んでいたなんて前代未聞の真相だよ。よくも俺様ちゃんたちを騙したな。まったく、やれやれだな。言い訳しても無駄だよ。謎迷宮を攻略すれば犯人は絶対に裁かれるんだから。ご主人様、さっさと謎迷宮を攻略してこの人をぶっ切るよ。ちょっと待ってよ。犯人のはずないじゃないか。だったらそれを証明して
このトラップをぶっ壊してみせてよ。それができないんだったら俺様ちゃんは納得しないんだからね。そもそも幽体は物には触れられないから凶器のナイフはつかめないんだ。それだと博士を視察することは不可能だよ。これでビビアさんのことを信用した？ご主人様にはいつも言ってるでしょ、探偵は全てを疑ってかからないとダメだって。大体この人が怪しすぎるのがいけないんだよ。見た目から言動から何から何までさ。ごめんよ、いつも気をつけて人目につかないところに身を潜めようとしているんだけど。とにかくもう一度戻りましょう。この人が犯人じゃないのは分かったけど、また振り出しに戻っちゃったじゃん。一旦分岐点に戻ってみよう。きっとまた何か変化があるんじゃないかな。変わってない。扉も増えてない。これじゃ先に進めないじゃん。何のために可能性を潰して回ったの。やれやれ、まったく。やれやれじゃなくてさ、ちょっとは真面目に考えてよ。ご主人様の回答で叩き切られたくなかったら素直に協力した方が身のためだよ。ちょっと死神ちゃん、切られるのは困るな。痛いのは嫌いなんだ。でもさ、今までの道のりだって無駄じゃないよね。おかげでいくつもの可能性が否定されたわけだし。だけど真実にたどり着かなければ何の意味もありませんよ。何の意味もない。そもそも君は本当に真実にたどり着きたいって思っているの？え？真実を求めるって言葉で言うのは簡単だけど、その覚悟が本当に君にある。どんな残酷な真実でも受け入れる覚悟がさ。覚悟？私はまだ君がどちら側の人間なのか判断しかねているんだ。それは君自身も同じなんだろうね。だから君は迷っている。この謎迷宮は君のそんな迷いをも反映している。真実にたどり着けないのはそのせいなんじゃない？僕が迷ってるってどういう意味ですか？何度も言ったように僕は真実を暴くことに迷ってなんかいません。自覚してないの？まだその段階にも達してないってこと？まあ今はそれでいいけど、いずれ君は選択を強いられるはずだよ。その時君は自分の覚悟を示さねばならない。真実を求めると言い放った君の覚悟をね。ねえ、わけわかんない話ばっかしてないでさっさと手がかりを。話がそれたお詫びに一つだけ。この迷宮は我々の推理さえも反映して形を変えるんだよね。だったら示された道を回るだけじゃなくて自ら道を切り開くことも
可能なんじゃないの。自ら道を切り開く。そうだ死神ちゃん、新しいルートを新しい推理で作ればいいんだよ。もしかしたらここでそれができるかも。少し視点を変えるだけ、それだけで物事の見え方は劇的に変わってくる。少し視点を変えるだけで物事の見え方が変わる。そうか、今まではどうすればセキュリティを超えられるかを考えていたけど、そうじゃなくて視点を変えて誰ならセキュリティを超えられるかで考えてみれば。常識にとらわれてはいけないよ。はい、やってみます。貧血ヴァンパイアの言葉通りに動くのはムカつくけど、ご主人様がやるって言うなら。いいよ、俺様ちゃんの力を貸してあげる。ご主人様の推理ぶっかましちゃって。新しいルートが出てきた。わーい、俺様ちゃんのおかげさま。はあ、余計なことを言ってしまったな。とはいえまだ何も解決していないけど。ねえ、少しは素直なリアクションできないの？嬉しい時とか悲しい時とかどうしてんの？嬉しいと思ったことも悲しいと思ったことも今まで一度もないよ。はあ、いつか死にたい。こりゃダメだ。とにかくこの新しいルートを進んでみよう。